こんにちは、ヤヒロです。今日は大阪から宮下さんが、来ていただいております。今回で3度目ですかね。4回目なんです。4回目か。はい、3度目か4度目どっちだったかなと思いました。はい、今からちょっと試合をするんですけども、まあ、試合前の、ウォーミングアップを撮影して、その後試合開始でやっていこうと思います。お楽しみに。はい、ということであります。はい、よし、じゃあちょっと今からアップでいきます。クロスタッフ X はやっぱりラケットちょっと軽いんですよね。ちょっとストロークだとなんか若干頼りないんですけども、やっぱクロスタッフは85の方がストロークは最高かなって感じです。
最新のプロスタッフ隊、ウッドのプロスタッフみたいな。そうだね。今日の作戦は全部サーブ&ボレーということで頑張ります。じゃあ、今から、試合開始していきます。とりあえずワンセットマッチということで、まあ、先ほどもちょっとちらっと言いましたけども、僕の作戦は、もう相手にバレてても全部前に行きます。じゃあそんな感じでよろしくします。行きます。リターンミス多かったんで、まあ、足元をやったんですけどね、あれは仕方なかったなと思います。頑張ります。だけどいろいろ考えて頑張って1ゲーム取れました。カメラこっちかな。よし、よし。あの宮橋屋さんのなんすかね、こう技で戦う感じが面白いですよね。からいかに相手との この駆け引きさ、どっちに来るかなるべく分からないように駆け引きできるかがポイントです。
そう、ヒザ審査の時にね、もうドキ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 の汗ブワーみたいな感じちゃったんで、だいぶあのライブ配信の試合にちょっと慣れてきた気がします。それこれは僕にとってプラスです。このサービスゲームは、まあ、失敗してもいいのでサービスダッシュはもうちょっと混ぜてみようかなと思います。今のは強一だと思います。結構サーブを低めに打って叩かれないようにはしてるんですけど、叩かれますね。このプロスタッフ X はですね、サーブが打ちやすすぎて、まあ、ラケットがね、いいとね、あんな感じで雑に打っても入っちゃうから本当はね、あんま良くないあんま良くないっていうか、あの、上手くなりたいんだったらこれよりもプロスタッフ85の方が上手くなると思います。はい、じゃあそれでは、試合が終わりました。なんとか、今回の試合は、ヤヒロから 6-2 で勝利ということで、いやバチバチバチ、はい、まあなんか試合のどんなでしたか、感想というか、感想、まあ事前に考えてたのは、まあヤヒロコーチが前に来るのは分かりきってたので、もうなるべく遅い球で返そうっていう、遅く返すっていうのが、まあ、一番のテーマで、ただ最初の1ゲーム目は遅すぎてネット返ってたまあそこうまくちょっと白帯が多かった。 そこをまあ2ゲーム目以降は調節して頑張ったかなぐらいですかね、うんうんうん、はい、以上です一旦。そうですね、まあ、僕はちょっと、まあ朝ちょっとボイシーの方にも話したんですけども、まあ新山ちゃんと戦いますってことで、まあ、全部もう前行きます、もう相手にバレてもいいから前行きますということで、まあ、ちょっと今後の試合もちょっと、まあ、行ける限りサーバーのボレーをチャレンジしたい、まあ、理由としては、まあ、僕自身がストロークは得意だけど、まあ、サーブとボレーそんな得意じゃないよねということで、まあ、そこの、まあ、パラメーターを上げていくためには、まあ、サーバーのボレーするのが早いよねということで、やっていってるんですけども、そうですね。なんでもう、そうなると、まあ、大体みんな、あ、ヤヒロはどうせサーバーの上出るんでしょうって分かりきった状態で、それでも打ち勝てるようにね、やっていこうと思って、頑張っておりました。まあ、ね、ニアジャさんのテクニック系で、まあ、足元落としてきたり、アングル打ってきたり、ロブ打ってきたり、前行ったりみたいな、まあ、ああいうやっぱ戦い方っていうのは、まあ、すごい皆さん参考になると思うんですよね。で、あの中に、さらにスピードボールが混ざってくると、うん、わーっと思うんで、そうですね。遅さ、まあなんすね、まあ、例えば遅いボールが40キロで速いボール150キロみたいな、まあ、その差がめっちゃ大きいと、どっち来るかなって思うので、まあ、そこの速度上げるのも大事ですけど、まあ、ただ今日思った宮下さんもうウッドラケットだからそもそもウッドラケットスピード出すのめっちゃ難しいよねみたいな、まあ、最新版のラケット対
あれ何年のラケットなんですかね。分かんないです。多分1980年とかですよね。そうですね。そんなですよね。って考えたら、そうですね。もうラケットももうハンデがあったみたいな感じなんで、はい。まあでも、ちょっと面白かった。まあとりあえず、明日もまた、朝やろうかなと思っていますので、はい。明日の朝はどんな展開になるか、楽しんでいただければと思います。じゃあ、そんな感じで、今回の動画を終わります。また次の動画で、お会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。庭柱さんのチャンネルも、ぜひ、登録し合いで、僕とは全然違った、なんすかね。もう僕とはその種類が違う理論的にこう結構説明されるし、まあ、試合の動画も僕と違ってかなり編集されてのなんすかこうどっちで映れしょあどっちに映れしょクイズみたいなそうたまにあげてますね、はい、まあ面白いのでぜひチャンネル登録していただけると嬉しいかなと思います。じゃあその話で今回の動画終わります。はい、よろしくお願いします。またお願いします。こんにちは、やるです。今日は4月の10日、水曜日ということで、今日も、大阪から来られてる、庭柱さんとバトルします。今日はですね、ウッドラケット、僕の、なんだっけ、マックスプライマッケンローミットということで、80インチだったかな、80インチのウッドラケットでちょっと珍しいラケットなんですけども、まあ、最近サーバンドブレーハマってるし、ジョン・マッケンローのような美しいテニスをできるように頑張っていこうと思います。はい、それでは、今から、ウォーミングアップをしてから、今日もワンセットマッチ行こうと思います。はい、今日はウッドで頑張ります。じゃあ、よろしくします。久しぶりに使いましたね。なかなかこれ結構いいんですけど、なんか両手で倒すときのこのつまんでる感じがなんかあんまりかっこよくないですよ。よし、いきます。
よし、それでは、今からワンセットマッチ始めていこうと思います。まあ、テザーのウッドラケット&そうですね、まあ、ネットプレーっていうのは変わらずやっていこうと思うんですけども、昨日と比べてやりたいのがどれだけ滑らかに優雅に動けるかなみたいな、まあ、そんな意識で頑張っていこうと思います。それでは、走りガス。よし、それでは走りガス。フォアボレーはいかに胸を動かせるかですね。こうは間違い、これは正解と思いながら襖を開けるような、そんな動作になっています。どうしようか、2本3本余裕があるか、2本あるので、まあ、1本はサービス出しはします。あと1本はちょっと様子見ですね。よし、ゲームカウントワンツーということで、ライブ配信的には面白くなってきたんじゃないでしょうか。まあちょっとね、このちょっとしたミスがね、大きな、なんすかね、差になってくるんで、修正します。よし、ラブゲームキープということで、まあ、ラケットはね、これ380グラムぐらいあるんで、まあ、ラケットの重さがね、あのボールにこう乗ってくれるような、そんな感じです。まあ、その代わりコントロール難しいんですけども、頑張ります。さあ、流れが今こっちに来ています。ゲームカウントは、まあ、先ほど八尋コーチもお伝えしたと思うんですけども、八尋コーチが3-2ですね。まあそうだな、ちょっと低めに、もうちょい低めに集めたいかなと思います。これでいいです。これで1回失敗しても2回目成功するかも。
感じで逆をつけました。ちょっと今ストレートが多めだったので、まあ、クロスで逆をついたつもりです。昨日も含めて一番いいロブが行きました。はい、頑張ります。アウト。イエス、イエス。油断大敵ですね。ここで40ラブからまくられたことは僕も何回もあるので、よし、息を吹き返そう。はい、ありがとうございます。ゲームカウント3-4ということで、動画的にはめちゃくちゃ面白くなってきたかなと思います。いや、むずいな。めっちゃむずい。めっちゃむずいけど。これで言い訳する男は、過去に、これでも勝ち切ります。よし !3-4! よし、じゃあ、3-4ということで、僕のサーブの、まあ、キープですね。とにかくこのラケットは難しい。難しいけど面白いですね。このうまくいかないときに、ああ、やっぱ新しいラケットじゃないといけないなではなく、こっちのラケットでうまくいくためにはどうしたらいいんだろうって考えるのが、上に行けるか行けないかのこの分かれ目になるので、この分かれ目にいい方行こうと思います。よし、3-4。よし。邪魔。なんで返してよ。完全に技術で負けましたね。これこそテニスの醍醐味。チェスのような、将棋のような、囲碁のようなテニス。パドル。逆使えたら終わりみたいな。で、それでももう行こうと思ってやりました。危ない。うまい。なるほど。逆へのし。よし。ラケットが重すぎてついつい力が違うんですね。383g。まだ44のデュースです。you
ラケットだったらこうしたのにではなく、このラケットならどうするかですね。最後はね、ちょっとね、トスが良くなかったですね。まあまあ、気にせず、気にせず切り替えてみます。やることは、やっぱ早めのタイミングかな。早めのタイミングでリターンをします。スタート遅れたくなかったです。結構ギリギリでした。完全に差し込まれましたね。プロスタッフのおかげです。うまいなー。ナイスですね。すごいですね。ゲームカウント6-4ということで、なんとか勝ち切ることができました。難しかったな。なんかこう、そうね、まあまあ、ライブ配信だったり、お客様相手だったり、ちょっとこの緊張する、まあ、ラケット、ウッドラケットだったり、まあ、いろんな要素がありますけども、まあ、その中で、まあ、どれだけ自分のプレーができるか、まあ、難しいですよね。難しいんだけど、まあ、100% 実力が出せないのは本番の試合とは結局一緒なので、100% は出せないんだけど、できる限り 60% 以上は出せるかなと思って、60% 出せたら、今日はいい感じだなと思えるような、心構えというのは大事だと思うので、そんな感じで頑張れれば、まあ、試合中は、あ、ラケットクソどうだみたいな言い訳ばっかりですけども、そうならないように皆さんよろしくします。じゃあちょっと最後、ニアバシアさんと2人で話してから、終わろうと思います。はい、それでは、はい、試合が終わりましたということで、結果は 6-4、ただ3-4じゃないですか。そうです、僕が 4-3 までしたんですね。リードまで行って、もうやばいということで、はい、めちゃめちゃ焦りましたが、なんとか逃げ切ることができました。試合のなんか感想ありますか？そうですね、まあ、昨日、さっくりと昨日よりは、まあ、僕的には良かったかなって。まあ、ログもちょっと昨日ログが浅かったので、ちょっと深めに上げたやつは、まあ、一応深めにはいった、まあ、取られてはしたけど深めにはいったりとか、あとはお互いの駆け引きも昨日よりも駆け引きがよりあったかなっていうのが、そうですね、はい、その2つぐらいかなと思います。はい、そうですね、まあまあ、僕はもう、こうサーバーのところにリターン出しするっていうことで決めてて、まあ、その中で、まあ、足元落とされたり角度つけられたり、うん、ね、ログ上げられたり、そうね、まあ、この駆け引きがやっぱテニスの楽しい醍醐味だと思うので、まあ、もともと僕は基本的に後ろで、まあ、相手より返せばいいでしょうぐらいの感じですけど、まあ、それもそうなんだけど、それとプラス、まあ、ギャンブル性な方も、まあ、見て楽しい、やって楽しいみたいな、まあ、この楽しみ方もできると、そうですね、まあ、試合で勝ち負けもそうだし、プレースタイルをいろいろ変更してみたり、まあ、打ち方を変えてみたり、ラケット変えてみたり、まあ、いろんな楽しみを知ってれば、よりいいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんも試してみてはどうでしょうかって感じで、はい、今回の動画終わります。また次の動画で、お会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。はい、毎日、ボイシーとスタンド FM と X 更新していますが、スタンド FM も、はい、されてますので、ぜひニア柱として出るんですよ。そうですね、なんか混在ですね。ニア柱さんか塾柱さんで、塾の先生なので、はいはい、塾柱さんで出ると思います。はい、ゆかみさんから、ニアワシアさん面白 T シャツ、ね、テックM さんからお疲れ様でしたということでコメントでした。はい、これ揃え方ですか？そう、揃え方です。揃え方ちゃんと揃え方書いてあります。これ鏡で見ながらやるみたいな。確かにそうです、はい、ぜひそうですね、ルービックキューブも面白いのでぜひやってください。じゃあその話で終わります。はい、ありがとうございました。
あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などにも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだ、っていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。